皆さんこんにちは、安博です。今日はですね、私の寝床なんですけども、畳4畳半の部屋にミニッツのサーキットを作ってみました。簡単なオーバルコースなんですけどもね、ここでですね、先日お知らせした、F1 はですね、少しだけ走らせてみたいと思います。ご覧ください。はい、安博です。久しぶりに、ドライブしたんで、あまりうまく走れなかったですけどもね。それでも、やっぱし気持ちよく走りました。そういうところです。ここで、強小の、ミニッツサーキットをご存知でない方に、ちょっとご説明しますね。こういった、30センチ四方のものと50センチ四方のものがあるんですが、この黒い部分がグリップする方で、グリップ走行に適しています。そして、裏返しますと、この白っぽい方はですね、グリップしないようになっています。ですから、ドリフト走行なんかに適してるんですよ。だから、ドリフトをしたい方は裏の方を使ってグリップで操縦したい方は表の方を使うという感じになっています。そしてですね、嬉しいことに普通の、サーキットなんかに行きますと、サーキットの縁にあるものは木とか、硬いものが置かれてるんですが、これはですね、比較的柔らかいものがコースに使われてますんで、衝突してもマシンのダメージが少なくなるようになっています。そしてこういう形とこういう形とこういう形の組み合わせで、いろんなコースが作れるんですよ。で、私みたいに部屋の狭いところ、畳4畳半でもこんだけの、オーバルサーキットが作れますんでね。小さいお子さんが、部屋で遊ぶ分にはちょうどいいかと思います。また、これが30センチ四方の、コースですので、ここで腕を磨ければ50センチの広いサーキットに行けば、もう思い通りに走れると思いますので、よかったら皆さんこの強小の30センチ四方のですね、ミニッツ用のサーキットをご家庭でお子さんと一緒に楽しむのもいいですし、また腕を磨くのもいいと思いますんで、ぜひどうでしょうかということで、今回は
お知らせしました。安弘でした。でですね、この動画、ドローン専門チャンネルと言いながら、ミニッツ、最近はミニッツ専用してるんですけども、まだまだミニッツのお知らせをしたいと思います。後ろの方にですね、いろんなモデルがあると思うんです。まあ、これは私がコレクションしたものなんですけどね、まあ、これ中にはもう今では売っていない代物もあります。あ、トヨタ 2000GT なんてありますが、あれはミニッツではありません。私のコレクションで集めました。そういったもんですね。まあ、そういったもんをまとめてご紹介してもいいんですが、せっかくですからね、一つ一つ、皆さんにこういったミニッツのボディがあるよと。で、その中でも、今では絶版で売っていないボディがあるよということを皆さんにお伝えできたらいいと思います。まあ、それは後日ですね。今回は、ミニッツのサーキットを、特集させていただきました。安弘でした。それではさようなら。